そうそうそう。だから無理はせず、こんばんは、こんばんは。前泊は多泊もいるのかな。そっか、あ、そう、集合新宿だよね。新宿やけんさ、なかなかね。確かに高速道路渋滞。確かに確かに。おお、やばいやばい。 iPad の音。こんばんは。群馬に行くよ。混んでたら2時間半の新宿戻ります。確かに。確かに群馬県の人もね、そうだよね、群馬県の人もさ、新宿に行かなきゃいけない。え、初群馬なんかな？どうかね。私ってさ、え、行ったことあるっけ？仕事で行ったことあるっけ？行ったことね、なかったらね、初めてなんだと思うんだけどね。お盆、そうなんよ、お盆。だからお盆だから、そう、そうなんよ。日向坂さんの MV の撮影地が違う。え、そうなんだ。その場所もあるんよね、 MV だったりもしたい。そう、お盆だから、みんなも実家帰るかもしれん時やんか。も、もし来れそうだよって方は、楽しいイベントにさせましょう。頑張ってプリンセスになれるように頑張りますので。お盆休みないのか。ツアーあるし、すごい似て。確かにね、近い、ちょっと後にあるよね、ツアーが。なかなか集合場所がね、いろんな場所があったらいいなって私もめっちゃ思うんですけど。 そうだよね。当日は貸し切りなの。当日は、いや、どうなんだろう、かね、本当にね、今日ね、知ってね、みんなと同じぐらいの情報しかまだ知らんでね。そう、そうね、ちょっとお値段もお高めやけん、無理せず来れる方はお待ちして。室内だとしね、なんかもっと詳細がさ、見れたらいいよね。なんかまだ分かってないよね。ATB さんとか電波組さんも MV 撮って。そうなんだ。いいね、それは。聖地巡りにもなるね。ちょっと違う形だけど、個別できたけど。うん。ありがとう。ロックハート城という名前がいません。 おしゃれだよね、名前。 なんか、そう、ドレス着てみんなが写真を撮る。あ、そうなんだ、すごい。 教師って
今日告知するって連絡が来たからびっくりしたよ、もうかもあれ、あるん、そんなのあるんだと思って。そうだね、なかなかプリンセスっていうか四国メンバーのみんながドレスを着てる姿で会うこととかってあんまないと思うから、そうイベントはすごいなんかレアな感じがあるよね。ちょっとディズニープリンセスみたいになれるよ、頑張らんと。もーちゃんのドレス姿絶対可愛いね、ありがとう。誰がプリンセスピーチ姫か、ピーチ姫。もうプリンセスにありがとう。そうそうそう、よく見たらそう四国メンバーなんですよ。もうかも、でも四国メンバーとは書かれてないけん、どういう四国メンバーっていうあれではないのかな、たまたまなんかどういや違うよなとか考えながら思うかも。多分四国メンバーってことなんよね多分。そう、沖さん久しぶりの四国で嬉しい。いつもさ、私沖さんのポジションをあの公演でやらさせてもらってるから、一緒に公演出れる機会がほぼないんですよ同じポジションだからさ。だからその四国として一緒に活動できるのは嬉しいです。たまたま四国メンバーではないと思う、多分そう言われる四国メンバーってことでなってるとは思うけど、勝手に四国のメンバーととは書いてなかったからさ。そうや、まずは大阪の浴衣や、それもそうね。お姫様っぽい、本当ですか？なんかちょっと自信ないから頑張ろうと思って。桃が好き、桃が好き。大阪の浴衣はね、なんか選べるのがあって選びました。なんかどんな感じ、まだ似合うか分かんないけど選んでみました。実物をね見たわけじゃないから、どんな感じかあんまりまだ分かってないけど、群馬県はね多分そんな行ったことないと思うんですよね。そう、旅行とかそういう行ったことないかな。自分は高知県出身やから、旅行に行くってなったらやっぱ近めの瀬戸内とか行くことが多くて、四国とか、だから結構ね関東の方の旅行とか、東京とかはお父さんとかと旅行で行ったことがあるんですけど、そうそう、今日かわいい、ありがとう。群馬県の県庁所在地、わあ、この間覚えたのにな、もう忘れかけてるよ。なんだっけ、なんだっけ。忘れた。出てこない。
しし？まって言われたら分かった。まって言われたらけど全然ヒントなかったら全然分からんかった。24の浴衣ね、浴衣は決まってるよ。なんか温泉がたくさんあるんだ。でもね、温泉好きで、なんかちょっと変わった温泉とか行ってみたいんよ。なんだっけか。いやー、ヒントなしじゃ絶対わからんかったよ。全然出てこんかった。名前自体はね、前って聞いたら思い出すけど、ごちゃになっちゃうね。県庁所在地って変わった温泉、なんか牛乳とかの温泉ないの？なんかそういうのってないんかね。私あんま詳しくないんですけど。ないんかな、ちょっと調べてみよう。 iPad 活用してるの最近。そう、泥の温泉とかね行ってみたいんよ。そういうなんかそういうのに行ってみたいんよ。めっちゃ興味があるの。いろんなのがあるんですよ。個性派温泉とかあるらしい。おお、うん、すごい、なんかいろいろある。どうやって調べたらいいんだろう。そういうのってどうやって調べたら出てくるんだ。メンバーと大浴場に入れるの。メンバーとはね、でももね、普通にね、結構ね、ありますよ。ホテルについてるやつですけど、その、普通に温泉に行ってっていうのはないけど、なんかあるかな。なにこれ、有名なの。あ、サルと入れるの。サル好きだよ、モモ。お猿さん好きなんや私。温泉、猿いいな。群馬県やっぱ多いんだ。いいね。お猿さん凶暴なの？なんかあれ、ぐわーってくるってことですか？さらに変装していいですか？いや。あ、お猿さん怖いんだ。
猿に混じっておもちゃ温泉入ってるの想像したもん。想像せんで、せんで。恥ずかしいけ。お猿は長野県と群馬県の境のところ。ええー、そうなんだ。威嚇？怖い。それは怖いかも。だってさ、逃げれんじゃん。もう怖い。カピバラさん？高知県でね、野生の猿さんはね、見たことない。すでに想像したなんか、エッチな人たちいるんですけど。うわ、逮捕しよう。今から110って電話して。あれ110？ あれ？合ってるか。一瞬なんか分かんなくなった。117じゃない。110。110番通報にね、ちょっと自信なくした。合ってるっけと思って。合ってる。通報されちゃう、通報されちゃうよ。桃警察。普段かけない。そうなんですよね。もう電話ねかけたことないかも。110番のかけたことまだ人生で一回もないかもしれません。足湯はいいね、めっちゃ。魚ツンツンくるやつやりたい。普通ないんじゃない？そう、なんかね、落とし物とかでもかけたりしないのかな。110番も110。あ、そう、私救急車ね、よく喉に詰まらせる人なんですよ。もうなんかで、あ、そう、角質食べられるやつで、昔ね、飴プリキュアのなんかお菓子の飴を舐めてたら喉詰まってしまって、でお母さんが焦るじゃないですか。でお母さんが電話をかけて来てくださいって言った後ぐらいにゴクンって飲んで、もう飲み込んじゃって大丈夫だって、救急車さんにお世話にはなってないんですけど、かけるところまではさせてしまったっていう。そう、本当に運が良くてたまたまゴクンってなっただけだから、ちょっと飴は気をつけてね、みんなも。え、そう、多分お母さんは多分それで、あ、大丈夫になりましたって言ったのかもしれないんですけど、もう私はもう結構焦って、本当に焦ってました。それ以来気をつけてる。もうなんか何かをしながら飴とか怖くて、例えばそのなんか踊りながらとか走りながらとか、そういうなんか大きな動作をしながら飴を食べるのはやめてます、怖くて。座らせたことある？いや、結構焦るよね、本当にもうどうしようみたいな。だからあれ以来、そう、あれ以来ね、怖くなって、お寿司とかもなかなか飲み込む、お肉とかたまに飲み込めない時あるじゃないですか。いっぱい口に含むとかもう怖くて怖くて。
一気にゴクンって言ったらいいのかもしれないんですけど、もうそれで詰まったらどうしようっていう恐怖感から、もう水と一緒にそういう時はめっちゃ飲んだりして、そうお肉とかもチビチビ食べたいんですけど、たまに噛み切れないお肉あるじゃないですか。だからそういう時は本当お水と流し込むしかないですね。そう、もう怖くて一気にゴクンってすることはできません、もう恐怖で。そう、お餅もね危ない。そうだ、高いお肉なら確かに。ホルモンとか確かにね、あんまり食べたことないけど、ホルモンとかでも確かになんかそういうホルモンを確か飲み込むタイミング難しそう。そう、ちょっとトラウマなのよ。いっぱいね、あの昔気をつけない子だったんですよ、いろいろ。もう本当にいろんなことをね、怖いもの知らずで、だから結構もう気をつけようってことがいっぱい多くて、私の中でだから結構気をつけてる最普段。うん、いろんな、そういろんなんかもう危機感がなくて、なんでそんなことするんってことをしたりとかあるから、桃の場合。そう、そういうのはね気をつけなきゃ。うん、二重に向かって走ったよね。まあそれが一番大きいんですけど、まあいろいろもう本当にもうちっちゃなことを含めば、本当にいっぱいこけたんよ。だからもう今はめっちゃ気をつけてる。喉詰まらせたりとか、木登りしたりとか。なんかなんでそんなことしたの。ほんと片手運転で立ちこりはしちゃダメだよ、みんな。ほんとこけるよ。そう、今ねその分その過去があったから今はもうめっちゃ落ち着いてる。そう、教訓がなんか木登り得意、木登りね得意か分かんないけど、なんか登るの楽しかったね。そんななんかめっちゃ高い木じゃなくて登れそうなやつなんですけど、そう前ほんと好奇心でね両手離して運転できる。そう、たまにね道路で両手を離して漕いでる人を見るんですよ。あれはどうやったらできるんだって今思ってる。天才。まあ危ないからねダメだよっては思うんですけど、あれはできないよ。私はできないんですよ。片手立ちこり学生の頃やれた気がする。運動神経いいじゃん。私もうそれでこけたんですよ。一輪車？でももう一輪車は乗れるんですよ。なんか本当に好奇心、立ちこりでなんか片手でね乗れるのかなみたいな、でやってみようって思ってやってみたらスターンってもう思いっきりこけたから、もう本当もうそれからちゃんと両手で漕いでる。両手離せる人はねどうやったらできるんだろうって思って、ある程度スピード出してからなら座ってる両手離し、そうなんだ。私でもできても3秒とか。でもダメだよ、みんな危ないからやっちゃダメだよ。すごいなとは思うけど。なんかお友達とかは自転車をめっちゃブンブン漕いで、なんか止めるときにさっみたいな、なんか横向いて止める、なんか足でさっって止める子とかいて、
あ、すごいなって。昔よくやってたの？そうなの？なんかスライドさせるみたいな、なんかいたよね、そういう。どうやったらやれるんやろうって思っとったけど。そう、自転車もね、なるべくヘルメットかぶりましょうだよね、今。ハンドル取られたの？え、そうなの？あ、そう、横向けて止まるやつよ。そう。あれ、どうやってやろうなと思って。滑り台が、から飛び降りる。えいや、でもね、ちっちゃい頃はするよね。なんか、どれぐらいの高さから飛べるか、みたいな。着地できるか、みたいな。あるよ、やったこと。両手離してスマホ見てる学生、それは危ない。もうね、あのね、あの、ほんと痛いからね、車とぶつかっちゃうと。で、もう誰も喜ばないからね、安全に行った方がいいよね。足ぐきってそう、足そう思うか。あの前、なんかあの1メートルぐらいのところ、そんな高くない、ほんと、もうこれぐらいの高さをからピョンって飛んだんですよ、公園で。公園で飛んで、で着地した時に膝が顎に直撃してしまったんですよ。飛びすぎて、私がピョンって飛びすぎて、あの顎に膝が激突、その着地のところで。めっちゃ痛くて、本当に痛くてもうね、あれもね、めっちゃ痛かったそれがお父さんとお母さんの目の前というか、お父さんと一緒にピョンって飛んだんですよ。だからめっちゃ多分ね、心配かけてしまったと思うけど、すっごい痛かったのよそう、舌は噛まんかってよかった、ほんとよかった。とかブランコのさ、これをあの動かしてないですよ、そのままあの立ち止まって動かさずにこうやってやって、で手離したら、私後ろからヒューってこけてしまって、バランス崩して、あのブランコを動かさずにね。あれも怖かったね痛いの、泣いてたかな。わかんないな、そういう子供いる。うん、そう、なんかね、わかんなかったのよ当時。こうこれをもっと話しても別に座ってるだけやけんいけるかなって思ったんやけど、このブランコって動くようになってるからバランス崩しちゃう。でもなんか考えずに行動しちゃう子みたいな感じやったんよ私は。今はしないよ、もう怖いからね。こんばんは。そう、チャレンジャー、そう、好奇心があったらすぐやっちゃうみたいな、こんな感じだったかな流れてくるように出てくる。そう、いやもうね、あの桜花がおバカさんすぎて、いろんなね、まあ細かいちっちゃいことからいっぱい。くちゃん、おしゃありがとう。ももまささん、お花ありがとう。テリーピーさん、音符ありがとう。ベガスマンさん、ハタありがとう。まぼろしさん、ハタありがとう。エイトさん、サックスありがとう。ドラガン
さん、アンプありがとう。ゼータンさん、ハートありがとう。あえりお姉ちゃんね、私6歳離れてるから、お姉ちゃんが本当にちっちゃい頃は分かんないんですけど、お姉ちゃん6歳の時もうベイビーだから記憶がないんですけど、でもね、たまにね怪我してくる時もあったんよね。でもお姉ちゃんが小学生ぐらいの時のエピソードとかがそんなに分かんないのよ。そう、分かんなくて、お話し会申し込みするかもしれない。ぜひぜひ、ありがとう、ありがとう。どうなんだろうね、でもたまに大きな怪我してたんよ、大きくなってから。大きくというか成長、成長というか。そう、前に映画館でおーちゃんと遭遇しちゃった。お、ありがとう、見つけてくれて。あいりちゃんも、あいりちゃんもたまになんかね、前あったんですよね、骨折はなかったかもしれんけど、なんかね、あった気がする。もーちゃんも高3か、もうね、卒業しちゃったの。もう卒業しちゃったの、私。ツーショット、あ、そうだそうだ、ツーショットと6時間目もありがとうございました。ありがとうございましたじゃない、ありがとうございます。お話し会の6時間目とツーショット2時間もありがとう。またNonoもまだまだおすすめなので、ぜひぜひ迷ってるよって方はお待ちしてます。ありがとう、本当お願いを、わがままなお願いを聞いてくれて。何の話、何の話中やろ、もうかの怪我の話。過去の怪我の話。浴衣でツーショットね、楽しみ。もーちゃんのお願いな、何でしたっけ、ありがとう、感謝のなりきっちゅ、なりきっちゅ、はい、ありがとう。あ、そうだね、おてんばエピソードだね。そう、サイン会なんかシークレットだよね、どんな感じなんだろう、気になる。雲行きのバスツアー、そう、それもあるんよ。韓国のあちゃん、猫ちゃんのにゃー合唱ありがとう。コウジさん、音符ありがとう。テルさん、ハートありがとう。福ちゃん、星ありがとう。シークレット写真ってどんな感じなんだろう、え、文句もわかんない、え、なんやろ。だっていつも言われてないやんよね、だって別に。だからどんな感じなんかな、盗撮やだ。どうすんの、あくびしてる姿の私とか、やだよ絶対。やだ、どうすんの、欲しい、それやだよ、全然可愛くないよそんな、あくびだよ。今日は誕生日で自分にご褒美いっぱいあげて、おお、おめでとう、おめでとう。いっぱいご褒美あげてね。
寝顔半目ももちゃん、いる半目どうすんの、くしゃみする瞬間の顔とかあれだやだそんな、どうすんの、過去の自己画像集めっちゃ半目とかってこと、小さい頃のももはもうびっくりするわ、それはそんな写真あったらぽやもも、なんだろう、おわめのおじゃすてき、ほんとネオチャイシのスクショとかのいやー、親からそんな協力者が、協力者、寝起きもも、寝起きはなんかボーってしてるよね。でも配信結構起きて3分とかでさやってる時もあるからさ、楽しみ。何なんだろうね、シークレットって。なんか教えてほしい気になるやんか今から。こんばんこんばんは、どんなおもちゃでも楽しみ、ありがとう。本人にもシークレット、そうなんよ、本人にもシークレット、シークレットじゃない、シーク、ん、シークレットわからんだった発音が。そういうの出てし、なんかね、あの2日前ぐらいにねもらうんよね、サインを、サインのやつを。ぽやも人気、オーディションの時の写真もう恥ずかしいよそれはほぼすっぴんでさ、めっちゃ子供でさ、前髪厚くてさなんかさ、オーディションってさ、すっぴんで行った方がいいみたいなこと聞いとって、聞いとってね、それでこういうお粉を振ってこうポンポンしてね、それでもうリップつけて終わりだったんですよ、私のメイク、まあ、ちょっとアイシャドウどうだったかな、もうでも本当にね、そう、こうやってどこ情報わかんない、なんかナチュラルな方がいいみたいな聞いて、でもほぼまあ中学3年生やったからメイクとかもすごくわかるわけじゃなかったし、持ってなかったし、そもそもなんかお姉ちゃんのお下がりばっかもらってたんよ私は。だからね、全然メイクの仕方とかもわからんで、そう、姉ちゃん聞かなかった。なんかそんなやっぱ、めっちゃ都会じゃないから、やっぱ生まれた場所が都会じゃないから、周りの子たちもそんなメイクとかめっちゃしてる子いなくて、そう、それでね、お、鳥が飛んだそれでおでこ出し見せてて、言われてないですね、それが。ノリ時代もも前髪伸びてきたから切ろうかな、なんかちょっとだけ、ほんのちょっとね、レア感あるからシークレット向いてるかね、もう恥ずかしいな、でもももが、ももが恥ずかしい。ふくちゃん、サックスありがとう。西野みなみさん、旗ありがとう。かくかなちゃん、鳥ありがとう。ピアノピーさん、音符ありがとう。データンさん、星ありがとう。りっくんさん、ハートありがとう。ピアノピーさん、ハートありがとう。ミミさん、音符ありがとう。
ちょっと切るつもりが思いやねるかって。でも今までの人生の中で前髪は今んとこ失敗してないんですよ。もうそう、自撮り写真、ああまあやだ、はごいたやって顔に。いやね、あれは残ってないよもう。そう、めっちゃこういうの慎重に、チュキチュキ。みんなの前髪もパッツンに。今切ったら失敗しそうな。ももちゃんに前髪切ってくれるイベントないかな。本当にいいのそれ、本当にいい。みんなの前髪切っていいの私。喜んで切るよ直線に。あ、ダメ？あ、ダメだった？ダメだった？前髪なかった。じゃあ、なんか前髪くっつけて来てもらって。ヘアモデル本当いいんですか皆さん。お、すごいいいって言ってくれてる。オンマヤならいいの本当本当に。やったらめっちゃ時間かかる。前髪どうやろう。でも本当自分の前髪の切り方しか分からん ないから、そう多分そうタラちゃんなタラちゃんみたいにしてしまうんよみんなの髪。桃子組さんみんなクレラップの子みたいになっちゃう。桃子組さんクレラップクレラップちゃんクレラップ、ヘルメットみたいに、そうヘルメットみたいに、テレ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 クレラップ。会社でどうしよう、推しと同じ前髪にしよう。集合写真。それはなんかシュールな集合写真になりそうですね。ワカメちゃんの後ろ髪、なんかワカメちゃん後ろもまっすぐじゃなかったっけ、違うっけ、あれ右かあれ左かって。大丈夫、ちゃんとうまいやん。お揃い、そうお揃いになっちゃうね、みんな。桃狩り。前髪がない場合はつける。前髪つけよう。自信あり、自信あり。でも、ももはそのカットは全然習ったことがないからもう分かんないけど、ヘアアレンジはねほんと好きでね、なんかメイクさんとか憧れるんですよ結構。だからね、切るのはねちょっと分かんないですけど、うまいか。ヘアアレンジよろしく。お、ツインテール。どう思うできますか。できる
な。メンバーの髪型はそうですね、結構してあげたいなって思う場面が多いんですけど、メイクさんの方が100倍に、まあ、もう100倍2000倍も、もうももの何倍も当たり前にうまいからやる機会があんまりないけど、そのメンバーとかのアレンジとかやってみたいなとはよく思うね。あのお母さんの髪を、そう、あの切ってはないんですけど、お母さんの髪の髪とかをヘアアレンジ、あの貸してって言って、髪貸しておかしいけどやらせてって言ってやってるんですけど、でもあのボブだから、あのロングじゃないからさ、いろいろはできないから、ちょっとメンバーの 髪のアレンジをさせてほしいなって。そう、でも自分は大阪の浴衣はね、ずっと迷ってるんですよ。どうしようかな、迷い中です。まだふるさ楽しいよ、こうやってやるのが。もめせん、そうなの、だからね、そんなね、ロングのから自分でこうやっていつもねやってるんですけど、こうやってこうやって、ちょっとここ失敗しちゃった。こうやって編み込んで、これ今適当なんですけど、こんな感じでやってます。編み込み。実際見ると綺麗なとか、あ、そう、でも全然今適当だよ、ほんと。もうパパーって今やったから。でもね、そう、好きなんよ、こことか編むのが好き。ここキュッて。そう、ボブだとそうアレンジが少なくなってしまうけど、ボブだから可愛い髪型も多いからね。誰から習うの？え、なんかね、編み込みは感覚でした、ももは。なんかメイクさんが見てるのを観察したり、なんか編み込みだったら、三つ編みは三つじゃん、編み込みだったらなんか持ってくる別の髪をこう巻き込んでやるのかなみたいに、なんか想像でやったら結構できたみたいな感じだったかな、最初は。でもそれが合ってるかわからないままやっとって、そしたら合っとったみたいな感じ。細い三つ編みも可愛いよね。私がよくこの間からやってるヘアはね、あのね、ここでさ編み込んで、ここで耳かけするやつ。これたまにやるやつ。ももちゃん器用、不器用。ももね、でも不器用だよ。絵とかね、字とかね、全然書けないからね。でも唯一できるのが髪アレンジなんですよ。まあそんな本当にプロの方と比べたら全然できないんですけど、自分が思ってたよりはできて、せっかくだからちょうど結ぼう。え、字下手なんよ、もう。え、素敵？本当？なんかね、そういうのは不器用なんですよね、すごい。もう、あ、ここ巻き込んじゃった。ピャー。出来上がり。
うまくいったかな。耳見ちゃった？耳大きいでしょ？目がちょっと痛い。ない。はい、かわいい。本当。刺激はいい？素早くできる。ありがとう。シュゴテラポーチ。サンキューマートで売ってた。鏡が今ないよ。今ないね。鏡ないよ。鏡ないよ。あったよ。なんかいつもね、配信中に目痛いってもも言うよね。目薬が消えました。ここに入れてたはずなんだけど。うん、コンタクト多分いつも夜やってるから配信、それでもう目が疲れてるんよ多分、その乾燥とかして。あ、だいぶマシ。そう、目乾いちゃった。だいぶ大丈夫よ。夜になったらコンタクト、いやさ、コメントがね読みたいからさ。そう、そう、サインの時とかもね、たまに。ね、ずれちゃうのよ。もメガネももちゃんもそうで、メガネもいいね。目が痛かった。コンタクトにサイン、なんかそんなこともあったような。そんなことあったような。文字を真剣に、そんなにコメント読みたいんか。でもなんか一緒に話してる感じがしてよくない？そう、個人的にね。目型じゃない、メガネ姿もね。またリコちゃんに、リコちゃん痛かったら、いや今大丈夫、ありがとう。なんかたまにね痛くなって治ったりするよね。くのすけさん、音符ありがとう。てるさん、バラありがとう。ふくちゃん、サックスありがとう。メガネでもいい、ありがとう。メガネももさんもいいね。コンタクトが怖くてずっとね。でもちょ、怖いよね、わかるよ。前ね、コンタクトをつけ始めた頃、コンタクトが30分ぐらいのかんくて、もうのけ方が難しくてね、慣れ、まあコンタクトをさ、入れるのでもほんと1時間とかかかってたのに、抜けるのも30分とかかかってしまって、焦って結構めっちゃね頑張ってた。あ、取り方ですね、多分あれ放電かな。そう取れなくなったら怖い、どうしよう、取れんかもしれん今日ずっとみたいな。そう、目が乾燥するとなんかあのひっつくじゃん目に、ピタッて。だから取れなくなっちゃって焦って、
こうね一人であわあわしながらどうしようどうしようってなってね、そうすごい焦りました。つけたまま寝ると、そうなんか自分が今コンタクトをつけてるのかつけてないのか最近分からなくなっちゃうことが多くて、一応のけてみようって思ったらもうなんかのけてなかったりのけ忘れてたりとか、汗汗するよね。目薬ね入れて見え方で分かる。そうそうよく見たらね分かるかな。あ分かるかも。よく見たらさ目が目の中の端に青なんか水色っぽいのが見えませんか今ドアップだった今ここ瞳の横にさちょっと青いのがチラッと、これがあのコンタクトのね青いのあるよね。そう少し水色みたいな、そう猫がしょーそうそれがそうこれをちゃんと確認したらあの分かるんですけど、焦るとね分かんなくなっちゃうんですよね。今ついてるのか抜いてるのか不安になってしまう時とかあって、今はもう完全に、うん、そのちさソフトソフトなんか私のコンタクトは2.5 ですね。ワンデーです。こんばんこんばんは。あ、ハードは目が痛くない。え、ソフトとハードの違いって何なの？コンタクト外してるのに目に手を入れて外そうとしたこと、え、もう顔めっちゃある。もう本当、もう常やってるそれ。あ、硬さ？あ、そうなんだ。硬いか柔らかいか。なんか全然知らずになんか買ってた。買ってたっていうか、眼科に行ってこれとこれ試してみるみたいに言われて試すってなって、それで、ね、おすすめされたやつで試してよかったら買うみたいな感じですね。だから全然知らずに買ってました。ハードはつけたまま割れた時の想像。そうなんだ。昔のハードはガラスみたいなので落としたら割れたりして一個で済む。ああそうなの。一個で。そんな高かったの？高価なものなんだね。こんばんこんばんは。あ、え、じゃあさ、なんか志村けんさんのバカ殿でコンタクトが落としちゃっ、なんかコンタクト落としちゃってって言ってみんなが一斉にコンタクトを探してるのは高価だからってことかね。なんかなんで一個めっちゃ探しとるんやろうと思っていつも見とったんよ。
なんかまあ見つかったらあった方がいいけど、まあそこまでそこまで探すんかみたいな思っとったのもか、今謎が解けたなんでそんなみんなで探しとるんやろうみたいなそういうことか。高かったのか。そうね、ワンで私はワンデーだからもう最悪見つからなくても仕方ないかって思って思うんですけど、そうすごいところ思い出して、ね、そうなんかねずっとねあのね疑問に思っとったんよまあでもあの1ヶ月間ぐらいのやつをあの落としたんかなみたいな思ってたんですけど、なんでめくらない、どうなんだろう、安くはないと思うんですけど、結構仕事上長い時間つける、まあみんなもお仕事とかしてるから一緒かもしれんけど、長い時間つけるから、うん、洗面所でなくした人わかる、外で落としたみたい。そうなんだ、私もでもよくあのこうこれをペラッてしてトロッて トロッとしたらなんか落ちていくんよ、なんかあ取れずにペタッて地面に落ちちゃって探すことは多いです。なんか取ったつもりが落ちたみたいな、あるあるでも床に外じゃなかったらワンデーは洗って使います。大きいから見つけ、そっかそっか、これちょっとね、しかもちょっと水色っぽい、見えないね、こっからだったらちょっと水色っぽいから結構見つけやすいんですよ。そこも気をつけてね気をつけなきゃいけない。コンタクトの左右の数がいくつ、いつの間にかずれてるのある、コンタクトの左右の数、度数ってこと、あ片方だけね、片方だけなくすことはよくある。なんか一回ね、公園の前に1個なくしたとか落ちてしまって、でそう取れポロって落ちてそのままなくなっちゃって、でね確かね片目だけでね、公園出たことあるんかな、メンバーからもらったんかな、結局忘れちゃったんですけど、そういうことはあった気がします。知らない間にワンデーの数が左右で違った。あ、なるほど。ももかね、あの左右あの一緒なんですよ、度数が。だからね、そう全部一緒なのよ。どうあったの？でもなんかなるべく近い同じ、いや何回か安否から助けてもらったことがある。その。全く同じ度数のメンバーはいないかもしれんけど、近めのメンバーから借りてた気がする。そうそう、ないよりは、本当困るよね、コンタクト忘れちゃった。そうなんか私右と左結構同じぐらいに悪くなっていくんですよ。まあいいことなのか分かんないんですけど、なんかねずれないんよ、なんか大体同じスピードで悪くなっていくの。
コンタクト朝から晩までつけすぎて目傷ついてコンタクト禁止ダメだ。でももう朝からつけとるからやばいかもしれん。あ、たやきメイド終わった。あ、ほんまや、ここに書いとるの忘れとった、ありがとう。リネタンがメガネで公演、そうそうしとったみたいね。あの時は目が痛いって言っとったかね、そのコンタクトをなくしたとかではなくて。今も徐々に、そうなんよ、今もね目がね悪くなっていってしまってるのかなわからない。今 2.5 使ってるんですけど、多分 2.75 ぐらいなんじゃないかなって本当は思ってる。ももはもう全員メガネのメガネ公演。でもなんかメガネであのレッスンに出たことがあるんですけど、メガネめっちゃ落ちてくるんよ踊っとったら。だからリネタンはどうやって公演にメガネで出たんやろうと思って、その日ももう出演違うかったからわかんないんですけど、レッスンでメガネつけた時はねすごい大変だった。なんかメイクさんとかに止めてもらっとったんかなと思って。なかなか難しいよね、ちょこちょこあれでそれはめっちゃでも可愛いね、可愛い。押さえとったんか、やっぱそうだよね、大変だよね。ノリでくっつけたらやばい。え、なんかこことかをピンでさ、まあ、止められるのかわかんないんですけど、止めてたりしたのかなみたいな。首かける紐ね、あれタラーンって、後ろでゴム固定さ、あ、そうそういうの、そういうの。後ろで止めるバンド、そうだよね。それでも急にだったらないよね、目とかがさ。多分なんか前日に痛いって言っとった気がするけん。メガネでパフォーマンスしてる曲、楽しそう、やりたい。でももうね、まん丸いメガネ似合わないの。まん丸いメガネは似合わなくて、ちょっとだけこうやってなってるメガネが似合うんですよ。似合うっていうか一番ぴったりくる、まあ、マスクしてるとメガネね、ほんとなんかめちゃ曇るよね、ほんと。もうさ、プライベートでメンバーと遭遇したり、あるかな、街とかやったらあるかな。めっちゃ行くわけじゃないからすごいとかはないんですけど、私はね、どんな形かな、ね、なんかやばい、うまく描けないうまく描けないまいった。まあメガネしとってもそう、わかるよ全然。メンバーがあって雰囲気でいっぱい合ってるからかな。なんか難しい、なんかこういう丸いメガネじゃなくてちょっとだけ、なんかでもここまでカクカクしてないんだけど、もうほんとこれぐらい、
これこの微妙な、下は丸いんですけど上はちょっと丸くないみたいな難しい。なんかそうまん丸すぎるとねもう似合わなくてね、ちょっとだけ。でも四角すぎても似合わないから、この微妙なラインをこう探し合ってて、メガネを買う。そう下は丸くて上はちょっと、そうそう上はちょっと四角い。そう。お団子食べたくなったの？やばい。アニメディア書かなきゃまだ途中までしか書けてないよ。24時やだ、途中まで書いたよ、書いてるよ。でもまだ文章を直してない。うん、お題とかは決まってる。急ぎますそろそろ読もうかな。じゃん、なんかなったよ。一番絵が好きなアニメ、なんだろう なんだろう一番絵が好き、でも昔のアニメの絵の方が好きかも。結構そう、昔締め切りね、あのねめっちゃね、あのねもうギリギリに送っちゃう人なんですよ。モーカルゾブレさん星ありがとう、コウジさんタコありがとう、ケイスティンさんダルマありがとう、アチャさんタコありがとう、ピオーネ、モンダブル兄さん、猫ちゃん、あー合唱ありがとう、百之助さん、音符ありがとう、ファイト頑張る、楽しむタイプじゃん。なんか、ま、あのでも今日はちゃんと途中まで書いてるから書いてるから13位のひでくんありがとう、12位のコウスケさんありがとう、11位のゼータンさんありがとう、今日もかわいいありがとう、10位のフクちゃんありがとう、小桃の前沈んでますありがとう、ケイのトシさんありがとう、今日も楽しい、モンコが大好きだ、あカメラ撮りに来てよプリンセス待ってるから大好きもありがとう、8位のマピアノのピスありがとう、大阪ではまたヘアアレンジも頑張る、楽しみ、おーモカも楽しみにしてる、ヘアアレンジモカも頑張ります、7位のタクキさんありがとう、大阪のリアルお話し会待ち遠しい、会えるの楽しみ大好き、それな本当に会いたい、早く会いたいね、6位のケイシティンさんありがとう、土曜日楽しみすぎてもう支度しとるいいよいいよ、楽しみにしてるよ会えるの、モカも楽しみだ、5位のコウジさんありがとう、どんなももちゃんも可愛くて大好きで優しいし、いつもたくさん褒めてくれてありがとう、3位のピオーネ 4W2 さんありがとう、2位のモモマサさんありがとう、1位の韓国のあんちゃんおめでとう&ハッピーバースデーありがとう、ありがとうございました、今日もたくさんお話聞いてくれてありがとう、嬉しかったですもも、ありがとうありがとう、今日も楽しかった本当記事頑張るね、いい夢見る、いい夢見るよ、ありがとう本当みんな、いつも話聞いてくれて、結構もうかわーって話すのが好きだから、いつもみんなが聞いてくれてありがたい、締め切りファイト頑張る、ありがとう応援してくれて、先に寝ちゃうの、
寝ちゃうの？夢で会いましょう。そう、夢で、夢で会いましょう。いつでも聞くよ。ありがとう。ではではでは。聞いてて楽しかった？それは嬉しいです。待ってるの？ありがとう。寝ていいよ。みんなは明日からも大変だから寝てね。私も寝るから終わったら。バイバーイ。今日もありがとう。ありがとうございました。